これで臨時の関係者席を確保できるだろう。それでは綾波君、ドックの拡張の方は君に頼めるか。はい、お任せくださいです。資材が足りない分は明石に発注しておくです。あとは雷、稲妻、浜風、そして夕立、みんなにも手伝ってもらうから大丈夫です。すまないな、あれもこれもお願いしてしまって。高尾さんこそ、この急なスケジュールの中、駆逐艦のみんなの面倒も見ながらなんて、とってもお疲れ様なのです。拙者はこういった状況も修行の一環と捉えているからな。少なくとも苦ではないさ。ご立派なのです。どちらかというと、会議で赤木さんや皆の話についていく方が大変に感じるな。なるほど、わかる気がするのです。そして先ほどからずっと熱い視線を感じる綾波。突然のことで困ってしまうのです。あ、綾波さん、変な言い方はやめていただきたいのですが。ふう、お前ら一体どうした。特に島風とはさっき別れてからそう時間も経っていないはずだが、両名ともエンストでも起こしたような鬱屈した顔をしているな。正直なところ、厄払いを受けたいです。おいおい、拙者の領分ではないぞ。また何かゴタゴタにでも首を突っ込んだか。つける薬もないな。高尾さん、二人のために演習場の一つを開放するといいです。今日はこの後使用予定がなかったはずです。うん、偽装テストの名目で試験機相手に打ち込んでくるか。それで心の落ち込みなら多少晴れるかもしれないぞ。よろしいのですか。それではお言葉に甘えさせていただきます。はい、I think that's about it. So, Battle V63 Locon. The area enclosed by the white dotted line in the center of the screen is the Locon area. If you catch the enemy in this area, a small red circle will appear. Your attacks will automatically hit the enemy. However, if a green circle appears, it means that they are out of range. By pressing and holding the A button, you will begin a Locon attack. Multiple enemies will be targeted with red circles, and the attack will fire when the A button is released. I'm ready, so wait a little bit. やればいいんでしょ。私か。Battle just cleared before even. Oh, this one for Shiranui. Yay, level up! So, the last few days, I was able to get a little bit of 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 a little bit
方々を駆け回り、バッチリ行ってきましたよ。獣王だけでなく、他陣営の方も大勢参加されるのです。国中が湧き上がったのは、詳しく説明するまでもないでしょう。そうだ、私が遭遇した、あの、おっかないお方、ピュリッチさんとは、その後、お会いしておりません。所属も含めて色々と謎の多い方ではありましたが、偽装について楽しげに語る時の表情には裏表がなかったように思うのです。もしまたお会いする機会があるようでしたら、私が偽装の一つでも自力で直せるようになってから面と向かって話し合いたいものです。クリッチさんとは会わなかった一方、取材に燃える青葉さんと明石さんには日々追いかけ回されておりましたが、そしてそんな1週間の後、早いもので合同大演習の初日と相なったのです。さて、それはそれとして、駿河殿、こうやって何度もお並びできるとは、島風喜びの極みであります。たまたま入場ゲートが同じだっただけだろ。うわ、テンション低い。駿河殿、やはり島風がついてくるのは嫌でございますか。取り乱すな。別にそれを嫌だと言ったりはしてないでしょう。好きじゃないんだ、こういう派手なところ。さようでございましたか。そういえば海上リゾートにお越しになられるの、駿河殿は初めてで、ね、それが何か。しばらく話しかけるのは控えよう。規模が大きかろうと、所詮は演習なのに、飲み込むやつの気が知れない。ふふ。さあさあ、はい。いえ、駿河殿、この演習には何かしら重大な開催理由があるようなのです。このような話は今はしないでおこう。何か言いたそうね。いえいえ、そんなことないです。どうかどうかご機嫌をお直しください。駿河殿から視線を逃がす。よし、どうだ。天城さんと金剛さんだ。来場者の受付をやっておられるようですね。そしてその手前におられるご一行様は、ユニコーンちゃん、パスポートまだ見つかりませんの？これはどこかで小豚ちゃんでも見つけてやってもらおうかしら。ごめんなさい、すぐ見つけてくるから。申し訳ございませんわ。ロイヤルの皆様といえど、必ず全員分のパスポートを拝見する決まりになっておりまして。いえ、当然のご対応ですわ。パスポートの紛失はこちらの持ち主、どうかお気になさいませんよ。あの、すぐにスタッフを呼んで一緒に探させますね。揉めているようです。あれ、ひょっとしてパスポートってあれかな。あ、駿河殿、パスポートの方向へ、まさか。落とし物はこれじゃないかな。うわ、これです。ユニコーンのパスポート、ありがとう、お姉ちゃん。ユニコーンちゃん、もうなくしちゃダメですからね。あの、本当にありがとうございました。駿河、さすがですわ。あら、あなた、ちょっとかっこいいじゃない。私たちロイヤルが恩に報いないとでも。エイジャックス様、素直に謝意をお伝えくださいませ。私からもお礼を申し上げます。この度は本当に助かりました。はい、はい。それでは。あ、駿河、追いかけなきゃ。
見届けましたよ。国外の方をしっかりすかさずお助けするとはお見事でした。はあ、また目立っちゃった。ああ、ポルソルが。スルカ殿、その昔、目立ってしまうことで何かあったのでしょうか。あ、今は聞きますまい。島風はこれから先もスルカ殿のお役に立ちたいです。邪魔かもしれませんが、どうかご堂々の許可を。ああ、わかったわかったわよ。じゃあ早速だけど、役に立って。はい、何なりと。会場まで案内して分からないのよ、道。これから本当は油売って過ごすつもりだったのに残念ながら油はもう売り切れたようですね。そうだ、ここまでは来たのです。共に開会式に臨みましょう。はあ、面倒くさい。スピーチする側じゃなくて聞く側でしょうに。耐えてください。さあ、サードライブケイタン。おお、元気そう。島風は速いぞ。いやー、すごいものを見つけたような。スペシャルオーダルガン、はあ、しまかぜは早いぞ。おや、そこに誰かいらっしゃいますね。あ、ザオシャンハオ、おはよう。その服装、登校の子。うん、よく知ってるね、偉い。ここでどうされました？ひょっとして合同大演習の開会式に。そうそう、みんなの後ろをついていけばなんとかなると思ったら、さっきの人はただの観光客だった。危ない。セーフでございましたな。では共に参りましょうか。うん、いいよ、喜んで。リンハイが一時的に仲間に加わったぞ。会場に着くまではリンハイ、オートで戦うね。でも強いよ、だから問題ないよ。ありがたい申し出ですな。もうあの、どもここから会場まで歩いてあと3分もかかりませんけど。え、そうなの？え、そうなの？Even battle. Yes, I am continually checking for loot because apparently it respawns. Although it might only respawn after battles. I don't know. Either way. Battle! Also, Akashi? Ladies and gentlemen! Akashi!合同大演習司会と審判を担当するアカシとモースニャ。イエーイ、オフコースとしてね。世界を巻き込む一大イベント、それは本当綿密な計画をもとにコツコツと練り上げられ、まあ開催が決まったのはつい先週なんだけどね。ユニオン、ロイヤル、鉄血、そして今回支援と協力をしてくれた全ての勢力の皆様、とってもとってもありがとうにゃ。ジュー、コネクションはすごいですね。インディアさん、頑張られましたね。ドンファンもすぐ名前が呼ばれるようにならないかな。まずは主催者の赤城に初めの挨拶を行ってもらうにゃ。親愛なる世界中の皆様、ようこそお越しくださいました。先の世界親善試合を経て、世界の結束はより固まったものと考えております。ひいてはその力を今一度確かめ合う必要があると考えます。この開会式の模様と
この後に続く演習も全て全世界に同時に中継されております。ナイス。世界の皆様に観戦の素晴らしい活躍を改めてご覧に入れましょう。そして赤城のことだから何かを仕組んでいるんじゃないのかとお疑いの皆様はことさら中継内容には見入っていただければと存じます。今回の演習を通じ相互理解がより進み、ひいては世界の結束をさらに強固なものにできればと考えておりますが、大演習が起こすであろう大きな波、国や人種を超えてその流れが交わりクロスウェーブを起こすことを望むものです。ありがとうございました。ありがとうでしたにゃ。丁寧な口調を使っても後半ステージのボスキャラ感はなかなか払拭できないのが同僚としていかがなものかと思うにゃ。巨大なお世話よ。まあでも赤城のさっき言ったことは本当にゃ、保証するにゃ。それを裏付けるビッグゲストたちの登場にゃ。まずはユニオンのエンタープライズ入ってきてにゃ。獣王の、そして世界の皆さん、赤城よりお招きいただき仲間と共に参上したユニオンのエンタープライズだ。Of course everyone would cheer for her song. 信じられない。みんな泣き目。彼女を見られるなんて、しなかぜ感激です。よくわからないけど、スピーチはこれではないので、お聞き苦しいところもあるかと思うが、どうかご容赦いただきたい。先日の世界親善試合では、戦いを通じて獣王の皆様の素晴らしい闘志を見せていただいた。企業を巻き込み世界中が参画した泥沼の試合となったが、重大な事故もなく最後は平和を誓い合って終われたことを、参加者の一人として今でも誇りに思っている。ナイス。獣王の皆様には、私とホーネットのヨークタウンは毎試合半身に緊急修理の包帯を巻いて参加していることについてどう見られているのか正直心配だったが、ユニオンが我々を通じて獣王でいうブラックに見えるのではないかと。ヨークタウンなど3ヶ月安静にしているようにと医師から言いつけられてしまったところ、仕方ないので3日間だけ休んだりしてたことを、当時いかに人手不足であったかがよく分かってもらえると思う。結局のところ少数精鋭だけで事態に対処するには限界があるということだ。これが分かっただけでも骨を折った甲斐があったと言えよう。今回は教訓を踏まえ、ベテランからルーキーまでいかなる状況も対応できるよう幅広いメンバーを揃えて出場することに決定した。赤城をはじめ、また皆様と同じ舞台に立ち互いに切磋琢磨できることについて今からとても楽しみにしている。以上だ。ご清聴いただき感謝する。ありがとうございましたにゃ。椅子はそちらですにゃ。いや、得意ではないとか予防線張っておきながらうまくまとめてきたにゃ。そんなにスピーチ頑張っちゃって次の大統領選にでも出馬する気なのかにゃ。そうね、これ以上有名になるのは控えた方が良いのではなく。誘ってくれたのは赤城の方じゃないか。ええ、逃げなかったことについては褒めてあげますね。どう考えても、お前に誘われたら参加しなかった方が後が怖いだろ。ユニオンのジュース嫌いじゃありません。だけどあまり人様のことをおっかなく言わないでほしいけどね。すまない。
そうだ。私自身は赤木を怖いなんて思ったことは一度もないぞ。ああ、あなたは、ね、いやいや、私が全力を尽くせる素晴らしいライバルということだ。ふん。あっと、ここで赤ちゃんにゃ。世間では仲が悪いと噂される二人ががっちりと赤木を交わしたにゃ。ナイス。おばあ、撮ってるかにゃ。あ、言われなくても撮ってた。さすがだにゃ。実はこっそり足を踏み合ってないかにゃ。運動を消して確認。そんなこともないよにゃ。仲が良くて何よりにゃ。あ、赤い。This is amazing。次のゲストも超大物なんだにゃ。もう呼んでくるのにとんでもなく交渉に難儀したにゃ。本当に本当に苦労したんだにゃ、カガが。私のことはいいから早く進めてくれ。了解にゃ。それでは見て聞いて驚くにゃ。鉄血のビスマルク、どうぞ。おーぼい、鉄血のセイレン研究家だ。実在の人だったんですね。すごい、すごい。改めまして、鉄血のビスマルクよ。世界親善試合以来久々に公衆の面前に姿を現したため、どういう顔をしたらいいものか未だに決めかねている。今この顔で役はこなせているのかしら。ああ、よくやっているぞ。ありがとう。ユニオンのお墨付きもいただいたとは高くつくのでしょうか。鉄血は今回の大演習について協賛という立場で参加させてもらうが、鉄血による偽装の研究はセイレンの技術を解析することにより他より進んでいると自負しているわ。そこでデー23とプリンツ・オイエ、そして U81 をサポート要員として参加させている。ぜひ鉄血の技術の進化を見定めていただきたい。あれ、ビスマルクさん本人は参加しないのかにゃ。私はあくまで監督という立場なので。釣れないにゃ。でもこの人もしかしたらラスボスかもしれないから今はそっとしておくにゃ。Fair enough. Which leaves? ビスマルクさん、スピーチありがとうにゃ。それじゃあ最後は誰かわかるかにゃ。ロイヤルからこのお方の登場、どうぞにゃ。Oh no. どうもー。 Why? ようやくジャベリンの出番ですね。全力で目立っちゃいますよ。これは意外だにゃ。 I would rather have Queen Elisa. 今のうちに喋っちゃいますね。なんなんだあの子は。かわいい方ですね。なんで出てるの。はーい、ロイヤル代表のジャベリンです。趣味は弁当作り。最近のマイコーデは。はい、 PR タイムは終了にゃ。うわ、もう時間。クイーンエリザベス様とウォーズファイターさんの命で大本命に来てもらってるにゃ。フットさん、そろそろ来てにゃ。 I thought it was something like that. お待たせいたしましたわ。ご機嫌うるわしゅうございます。ロイヤルネイビーの栄光、フット、ただいま参上いたしました。フットさん。That's really. エリザベス様は来れなかったのか。でもフット様ですよ。美しいですね。その辺は認めるけど、何かビスマルクの様子がおかしいよ。どうしたの。
All right, this one in history who ごめんなさい。先に失礼。待て。フットはお前に微笑んでいるぞ。説明するにゃ、ビスマルクさんとフットさんは世界親善試合の時に。ハウト。いや、やっぱりこれ以上言うのはやめてくれや。言わなくてもみんなが分かってるわ。うん。因縁あるんだなということは分かる。今日本当に来ると分かっていれば、加賀、あなた、私かよ。私は本人の了承のもと会場へお連れしただけだからな。それ以上の役目はない。後のことは当人たちで解決しておくれ。はい、加賀さんのおっしゃる通りですね。ぜひそのようにさせていただこうと思いますが、すべての出会いがうまくいくわけではございません。時と環境、運命のいたずらにより喧嘩別れとなってしまうこともまたあるでしょう。思えば世界親善試合でも後半試合であることを逸脱したラフプレーが散見され、乱暴な開口もありました。ありました。近いよね。ただ自身の所属する陣営のため、人々のため、熱心に頑張ること自体は誰が否定できましょう。え、私は赤字さんが用意してくださったこの舞台で、今一度私たちロイヤルのメンバー全員でロイヤルネイビーとしてあるべき姿をお見せいたします。そしてそれに応えてくれる全ての人と今度こそ真の友情を育みたいと考えております。それこそ本日の出席はできませんでしたが、陛下のご意志でもございます。どうか皆様よろしくお願いいたしますね。イエーイ。さあ、四陣営の主要人物が揃っている今のうちに記者さん、撮影タイムにゃ。よし、感情フットボールよろしく。肩でも組んでおくか。この4人でさすがに無理があるでしょう。中に嘘がアピールできるなら何でもいいのですけどね。どうしようかしら。赤木、握手だ握手。いいですね、それにしましょう。よろしくて、お三方。おっと、実行委員長の永田様、ナイスなアイディアにゃ。今ここに四陣営ががっちりとお互いに握手にゃ。Holding hands, how rude. すごい、皆様、やっぱり仲がいいのですね。島風は感激しました。この平和が長く続けばいいけど。さらっと恐ろしいこと言わないで。さて、長い開会式もこれで最後にゃ。明日からの本戦を前に、ここいらで一つ午前試合をやってもらうにゃ。へえ、そんな催しまであるんですね。うわ、早く終わってほしいのに。面白かったけど聞くだけでも疲れたよ。呼ばれた観戦は前へ出るにゃ。呼ばれないかな。お、ピンハイさん。ピンハイさんが呼ばれるようにお祈りしますね。一人目は中央の島風にゃ。私外れちゃった。なんかとっても片付けない。二人目は同じく中央の綾波にゃ。綾波ですか。カッパッパ、うん、雪風様の幸運のお裾分けなのだ。ありがたく受け取るのだぞ。Oh boy。この後の練習では改良した模擬弾を使うにゃ。見た目は派手でも当たってもあんまり痛くないし、海の生物への影響も極小という超優れものにゃ。なるほど、島風、お互いで試し打ちをするということです。大丈夫、ちゃんと手加減もするです。それはありがたいですね。
手加減モードどうもですよ、早神さん。はい、こう思ったけれど、見物客の中に吹雪たちもいるようです。かっこいいところを見せたいから手加減しつつも本気モードで行くです。どっち？助けてするがだの。スマカゼ、このままだと大衆の前でコテンパンにされる。ご指名はあんたと綾波さんだけでしょ。頑張ってきなさいよ。せっかくだから駿河も島風と一緒に向かってくるといい。面白そうにゃ。よかった。いやは、臨機応変な運営って素敵ですね。後輩相手にこれくらいはいいハンデなので。綾波、何事もほどほどにだぞ。Well then, that's yeah. I wonder if this is for souls. Oh. Oh, so we can actually scale super ship. Oh, the ship's here as well, which will. Yeah, that ain't happening anytime soon. I guess we'll need to do battles or something. For now, though, Scout! Akashi, you're coming with us. Achievement unlocked, taking up the post. For adding a new item. Makes sense? Oh, right, I need to actually. Oh, okay. I could just do that. Nice.The pulse menu will be displayed by pressing the start button. Red bumper charges real fast. Ooh, that looks painful.Protag rules. Of course. I can just keep on shooting. Okay, so it is indeed a good idea to keep on switching characters.壊れたら修理してあげるにゃ。本気で行くよ。
これも主人公の実力ってやつ。Yeah, pretty much. Y su madre, Ayana, ¿no? ¡Como Twitch! ¡Level ups! Ana, que se yo escucho 3 levels en algo. Ayana-mi, Suraga, Shimakaze! ¡Otsukare-sama, niya! ¡Kansen-douchi no gachi-enshu, ikaga datta-ka, niya! Ya te vas a ver más dificultad, man. ¡Kaijou-juu no kyakujin mo! 世の妹も喜んでおる。 Wait, which one was your little sister? まったく、獣王の女の子たちは凄まじいな。世界親善試合の時に今の実力で来られたら、私も負けていたかもしれないな。お褒めに預かり光栄よ。あなたにそう言ってもらえると、獣王の上の方々も大喜びだろ。使用していたのは蔵王社の偽装。瞬く間に進歩している。うかうかしてられないよね。まったく、あなたは兵器のこととなるとすぐ目を輝かせて。そういう時だけはまるで子供みたいですよ。そんなところも魅力的ですけど。何が言いたい？はいはい、いつまでも喋り続けてると終了できないにゃ。明日からの本戦にも期待してにゃ。開会式はこれで解散。皆さん、お部屋まで気をつけてお帰りくださいにゃ。イエーイ。わあ、終わった終わった。念のため言いますけど、当然明日からですよ。お疲れ。綾波といい勝負しててすごかったよ。イエーイ。加減していただいてましたし、まだまだですよ。リンハイさんはこの後どうされるんですか？リンハイが出るのは5日目だからね。当分はホテルでのんびりしてるよ。じゃあね。はい。では駿河殿って、リンハイさんと行っちゃうんですか？せっかく今ならまだ近くに皆さんがいらっしゃるのに。もう。ああ。Just do that. That's a lot of events. Not only mine, there will be a lot to... A lot to talk about next episode. For now, let's just check the area for more loot. And I nearly changed my secretary to my righteous secretary. Thank you very much. There we go. Okay, so there is a shop like this that's what the money is for, and the a certain I should probably check my equipment at some point, but for now, this time. Yep. Anyway, I hope you all have fun, and I'll see you next time. Bye!